アスレチックスと契約合意という報道がありました。藤浪晋太郎投手、アスレチックスでの起用法が掲載されまして、こちら話題になっています。藤浪晋太郎投手、 NPB ではここ数年メジャーに行けるような素晴らしい成績っていうのは残っていないんですけれども、メジャーリーグでの起用法やリアルな予想成績、そして現地ファンの声などを見ていきましょう。改めてフルカウントさんの藤浪晋太郎投手がアスレチックス入りという記事、一部引用させていただきます。阪神からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた藤浪晋太郎投手がアスレチックスと1年契約を結ぶことで合意した。身体検査待ちで先発ローテーションの一角で期待されている。ベースポーツ局 ESPN のジェフ・パスさん記者が伝えたと。これまでにダイヤモンドバックス、レッドソックス、ジャイアンツなどが獲得に興味を示していると伝えられていた。代理人を務めるスコット・ボラス氏も複数のチームが獲得に興味を持っていると語っていたということで、藤浪投手がアスレチックス入り合意で、これからまあ身体検査待ちという状況だそうです。ダイヤモンドバックスとかレッドソックス、ジャイアンツとか4球団とか、まあ、かなりの多くの球団が藤浪晋太郎投手の獲得に興味を持っていたということで、 NPB での実績はそこまでここ数年はないんですけれども、メジャーの球団からするとかなり魅力的に映っているようです。では藤浪投手を欲しかった球団が多かった理由について見てみましょう。藤浪投手の近年の成績を振り返ってみると、高く評価された理由というところが見えてきます。2020年24試合の登板、1勝6敗、防御率が 4.01、 四球率 4.72、 奪三振率が10という数字でございます。そして2021年21試合の登板、3勝3敗、防御率 5.21、 四球率がなんと 7.45 ということで、1イニングに1個近くフォアボールを出している状況、奪三振率は 9.68。 そして2022年16試合の登板、3勝5敗、防御率が 3.38、 四球率が 2.84、 奪三振率 8.78 と、フォアボールの率がかなり大きく改善しています。奪三振率が平均的に10とか、まあ、9.68、 8.78 とかなり高いですし、四球率も改善してきているというところが高く評価されているのだと思います。あとは先発でもリリーフでも平均ストレートの球速が150キロ中盤計測しているというところもありまして、このあたりのポテンシャルっていうところを評価してアスレチックスが獲得したということになるのでしょう。それでは藤浪投手のアスレチックスでの起用法を掘り下げて見てみます。藤浪投手のアスレチックスでの起用法です。こちらニュースの記事によりますと、アスレチックスとの1年契約で合意した阪神の藤浪晋太郎投手に対して、米データサイトのファングラフが早くも反応、今季のアスレチックス先発ローテーションの予想の5番手に据えたということで、1番手がアービン投手、防御率 3.98 の9勝13敗、2番手ブラックバーン投手 4.28、 7勝6敗、そして3番手カプリリアン投手 4.23、 5勝9敗、そして4番手がルチンスキー投手 2.97、 10勝12敗。こちらは韓国リーグでの成績ですね。なのでアルチンスキー投手復帰してメジャーでどれぐらい成績残すかっていうのは分からないんですけど、一応4番手に据えられていると。そして5番手、先発ローテーションの5番目の投手として藤浪投手が期待されているということですね。まあ、この4番手までの投手見てみても、ものすごい成績を残しているピッチャーっていうのはいないというところで、やっぱりアスレチックス先発ローテーションのなかなか強力なピッチャーがいないっていうところも藤浪投手の獲得に至った要因になっていると思います。では藤浪投手がメジャーリーグで覚醒するかもしれない要因3つ見ていきましょう。藤浪投手が覚醒する可能性がある3つのポイントです。まず1つ目は出場機会が増えるということですね。アスレチックスは最下位で先発投手の頭数っていうのもあまり多くありません。そうなってくるとアスレチックスでは先発投手としての登板機会っていうところがかなり増えてくるんじゃないかと。阪神タイガースよりももしかしたら機会っていうのも増えてくると思います。あとは環境の変化というところで、日本では常にマスコミから注目されて、やっぱり阪神ファンっていうのは熱いですから、ヤジも飛んでくる、まあ、そういった環境の中でコントロールを乱してしまったとか、まあ、イップスになってしまったんじゃないかとか、まあ、そういった声もありました。アスレチックスですと観客も少し少ないですし、日本からの声っていうところも、まあ、もう少し日本にいた時よりも注目度っていうのは下がると思いますから、このあたりもいい要因になると思います。あとはメジャーリーグのボールですね。メジャーリーグのボールは日本のボールよりも少し大きいと言われてるんですけど、藤浪投手は手が大きいですし、メジャー球は
縫い目の山が高いというところもあって、適応できれば変化球のキレが増す可能性もありまして、藤浪投手の覚醒にもつながってくるかもしれません。それでは藤浪投手の現実的な成績予想を見てみましょう。藤浪投手の現実的なメジャーリーグでの成績予想です。菊池雄星投手が日本での最後のシーズン、防御率 3.08 でメジャーに行っているんですね。そしてメジャーの最長の年で防御率 5.46 という数値になりました。菊池雄星投手防御率 3.08 なんですけど、例えばダルビッシュ投手とか田中将大投手とか、防御率1点台でメジャーに行った投手っていうのは軒並み防御率が倍以上になっているんですね。こういったところを見ると、日本にいる時よりもメジャーに行った時の方が防御率っていうのは相当上がるというところまで考えると、2023年もし先発で20試合、そして140イニング投げることができれば、4勝10敗防御率 5.60 とか、これぐらいの数値になってくるんじゃないかなというふうに思います。もちろん覚醒の期待っていうところも大きいんですけれども、今の現状を考えて現実的な予想成績っていうところになると、こういった数値かなと。もちろん覚醒してもっともっと上の成績を残してくれることを期待しています。藤浪投手への現地ファンの声、少し厳しいものもあります。こちら見てみましょう。現地ファンの方の藤浪投手への声です。アスレチックスはお金がなかったのかなと、先発投手を補強しなければいけないけれども、そこまでお金がなかったからこの MPB の投手取って覚醒を期待しているのかなと。あとは正直誰なのか全くわからないっていう声は結構上がっていましたね。千賀投手の時はメッツのファンの方、お千賀投手が入ったのか、これは嬉しいぞという声が多かったですし、逆に吉田正尚選手の時は、これだけのお金をこの選手に本当に払うべきなのかとか、いろいろ議論あったんですけど、藤浪投手は正直誰なんだろう、どんな選手なんだろうっていう声が結構多かったですね。先発ローテーションが今アスレチックス不足しているし、おそらく藤浪投手取ったら先発として起用するんだろうなというような声が上がっていました。あとは将来的にトレードに出されちゃうんじゃないかなっていうような声が、皮肉も含め、結構上がっていました。現地ファンの声としては藤浪投手への評価っていうところは少し厳しい部分もあるのかなという印象ですね。では日本のファンの藤浪投手への声見てみましょう。日本のファンの藤浪投手への声です。オープン戦でもし制球難だったらマイナー行きかもねと。先発入りもちろん期待されてはいるんですけど、オープン戦でストライク全然入んないとか、デッドボールが多くなってしまうとか、そういう風になるといきなり開幕ローテっていうことは難しくなってしまう可能性は高いと思います。ただ先発投手として投げれそうな球団に入れてよかったなというような声は結構多いですね。取る側としても失敗してもリスク低いし、もし覚醒してくれれば儲け物というぐらいで取ったんじゃないかと。藤浪投手のことを考えれば、アスレチックスという球団自体今はかなり弱い球団になってしまっていますし、先発の駒も少ないというところではあるんですけれども、勝ち負けというよりは藤浪投手の今後のキャリアというところを考えると、一番いい球団に入れたんじゃないかという声が結構上がっていました。藤浪投手の活躍期待したいと思います。以上です。